レッツカッピング。さあ残り4分です。
残り3分です。はい、森脇選手終了いたしました。さあ、安田選手も終了です。さあ、終了です。どうぞ、はい、一度皆さんに拍手を送りください。さあ、やはり波順ギリギリというところで、そうですね、はい、来ました皆さん、はい、うん、あの時間的なところで追っていくと、はい、今のところですね、森脇さんが一番早く終わりました、はい、なので今もし全員が全問正解したとすれば森脇さんがチャンピオンになるという立ち位置になっています。その次が安田新さんですね、はいはい、そうです、はい、で順番的には安田健さん、はい、そして、田上さんが時間的いっぱいを使って、はい、競技を終えたという形になっております、はい、皆さんもちょっとこのステージ異様なシーンとなりましたね。まあ、決勝ですからね、はい、なるべくその競技を集中して見れるようにですね、なるべく私は静かにしてました、はい、はい、さあ、では準備ができ次第結果発表答え合わせということになります。さあ、それでは皆さんと一緒に日本チャンピオンのですね、生まれる瞬間を見たいと思いますので、楽しみながら結果発表をしていきたいと思います。それでは、はい、ジャッジの皆さん、こちら、はい、選手の皆さんはカップの前にお立ちください。
それでは1問目からいきたいと思います。1問目上げてください。イエス。2問目いきますよ。2問目上げてください。3問目上げてください。イエス。4問目上げてください。ダウン。イエスですね。5問目上げてください。いきますよ。6問目上げてください。際どいですよ、はい、いきますよ、ね、7問目上げてください。なるほど、ちょっと待ってくださいね、はい、整理しましょう。ちょっと待ってくださいよ、はい、あ、でもこの段階でそうですね。あ、そうだ、まあでも順番に上げていきます。よろしいですか。では、お一人ずつ上げていきましょう。どうぞ。イエス。では上げていきましょう。イエスです。では上げてください。ダウン。はい、決定というと面白くないので、はい、いいですか。タイムは最速です。そしてこれが上がればさらに花を添えますが、外れていても、はい、上げていただきましょう。イエース。コンテナのチャンピオンは森脇さんです。大きな拍手をお願いします。はい、ということで皆さんもお分かりの通り、優勝は森脇美穂さんに決定いたしました。どうぞ大きな拍手をお送りください。おめでとうございます。